さあやっていきましょうか。バイオハザード。あレイボー。ごめんなさい、ちょっと録画のタイミングミスって、ちょっと始まっちゃったけどね。お前のその杖、俺が持ってっから。もううにゅ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 してるけどね。特殊エリー、永久にって書いて特殊エリーって。もう骨、骸骨になっちゃってる。胸からお杖が生えてる。おはようございます。なんか、とんでもない絵面だな、これな。はい。ということで、前回ね、ターミネーターのシュワちゃんでやってたんですけど、あまりにもね、武器商人に食べられ続けて、外見がなくなった結果、サングラスだけは残して、骨になっちゃいましたと。はい。シュワちゃんの中身ですね。すげーシュールだな、これ。ちょっと沈み始めてるし。はい。ということで、T800 でやっていきましょうかね。T850 っていうのもね、ターミネーター3で出たりするんですけど、あれはね、心理学を覚えられるっていう感じですね。でさ、こっちじゃなくてさ、こっちを持ち始めるとさ、なんかもうチュチュンチュチュンってあの武器みたいな感じだよね。コンドル1から HQ。あー。聞こえるか。コンドル1、3時間も連絡が途絶えてたけど、ちょっと待って、ちゃんと喋ってる。無事なのね。問題ない。ちゃんと動いてる、しくち。シュワちゃんの時動かなかったのに、この時は動くんだよ。プルプルすな。プルプルすな。ああ、これちょっとあれだね。よかった。何もなくて。いいえ。まあ、いろいろありすぎて、ちょっと骨になっちゃったんですけどね。いろいろぶら下げてんな。すげえ似合わねえな、これがまたね。で、おめえの首はどこに行ったんだって話だね。くそ。さあ、まあ、やっていくしかないよねー。サブセブメシンガン、セーブマリア。ね、この構え方しなきゃ、レーザー砲でチュン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 撃つやつみたいな感じになってるよね。で、こっち開けていって、ほい。声が可愛い。ね。ちなみにさ、T800 の時になるとさ、T800 というかさ、T800 から人の姿になったらさ、なんかまあ、声がすげえ聞こえる。探索するためにさ、いろいろペラ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 喋ったりとかってあるけど、この状態でも喋ることできるのかな？あんまそこら辺ちょっと詳しく知らないんですよね、ターミネーター。ターミネーターすごい好きなんだけど、この姿で喋っているっていうのを映画のワンシーンとかって見たことがないなと思ったからさ。T3000 の時にさ、喋ってるってなってさ。うわぁ、お首ちょんぱー、お前ら2005年の技術がな、2029年の技術に勝てると思うなよ。うら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 。まあ仕方なく武器使ってあげてますからね。はい。本来はね、もう。力の技だけでいきますから、ね、どういうことだ。こういうことです。どういうことだ。もうあなたの体に異常をきたしているって、ね、どういうことだってなるんですよね。あれ、ちなみにここあれ樽ないのか。海から見た時に樽がないのかな。情けだね。でなんかさ、すごいゴリ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 って聞こえてくるんだけど、それは特にゴリゴリゴリでも特にないのかな。いや、間違えた。宝物は、今んとこ来た道にはない。なんだ、ここは。お前の姿こそなんだって言いたいけど。うん、なぜ骨になっちゃった。あれは、祭壇か。そう。で、なんかいろいろね、ランダマイザーみたいな、見たマークだ、なんか一応入れてるんですけど、まあなんか2、3パート前にも言ったけど、なんかうまく反映してくれてないっていう状態なんでね。だから今のところ、こう、ちょっと見た目が変わった程度でしかちょっと楽しめてないっていうところが、大変恐縮なんですけど、まあまあ許して保るということで、見た目が変わるだけでもね、なんかプレイの感覚が変わるというか、銃の撃ち方が変わってるっていうのは全然そんなことはないんだけど、ということで、すげえ終了。すごい、なんか動きがさ、シュールだけど、すごい忠実というか、なんかそんな感じするよね。これでダメージを食らうということがなんかあまりにも考えにくいんだけどさ、まあ、食らわないんだけどね。ドゥ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 をちぎっておけば貴様のど後ろから来る。そんなことはない。あやばい、これは発狂、ミスター発狂で触手野郎おおテテに持ってるんですよね、触手野郎。はい、跡形もなく
消えていく。おお。ピカピカピッキョ。あー、やってあげようか。ご褒美の時間です。教祖様。えい。教祖様の時間です。オッケー。で、あ、ちょっと待って。この上だっけ？こっちじゃないのか？あっちか。すごい、いろいろシュールだよね。あれ違うな。ないな。あ、あっちか。しまった。ミスった。こっち。ちょっと今ね、若干コントローラーがバグっているので、今すごく慎重にプレイをしております。オッケー。あー、ミスター発表。してくれ。ほんと、ほんとそう。いい加減にしなきゃダメよね。で、燃やす、なんかドン。いて、え？ああ、後ろから来てたね。おーおー、仲良く燃えな。力持ってる？おーおー、燃えたはずなのに発狂してやがると。で、おめえらは、ああ、爆発、どんどん、どん爆発。で、上の方からいるんだよな。よし。よし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 。そのままそのまま。落ち着いて、カウンター。あれだね、なんかブッダその弾鏡、なんだっけ、薬莢だっけが落ちるさ、音が足元にトトトトトトってなるのがちょっと気持ちいいよね。うん、オッケー。これ銀闘魂だっけ？違う、ベルベットブルー。あれ、まだいるよね、確か。まだもう一匹確かどっかに潜んでたはずだから。と思ったけど、あ、いない。あ、いないね。あれだね、静かになると敵がいつどっから出てくるかのかわからないみたいな。あれあれ、ここ、ああ、もうちょっと、ちょっと。行き過ぎた。あ、だった。金。ヒューマン。こっちか。こっちが銀か。なるほどね。ちょっと、座りながらプレイしててね。腰が痛くなってきた。スタンディングデスク欲しいな。なんかボタン一つでさ、上がったり下がったり、ラジバンダリするやつ。ね、でもあれやっぱなんか、いいやつとかさ、うんじゅまんは言い過ぎか。うん万円するからさ。なかなかそこまではね、ちょっとね、私のお小遣いじゃね、買えないよね。どうだったっけ？こう、こう、こうだ。違うな。こうの、こうの、こうだ。違うな。あ、忘れちゃったな。忘れちゃったな。はい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 。あれが一個あるっていうことは、すごいこのなんか快活な。T1000 があんまり走ってる姿っていうのを見たことがないんだけど、あり得るのかな普通に。あれ、どっち？こうの、こうの、こうだ。違うな。こう、こう、こう。違う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 。ちょっと待って、もう忘れちゃったんだよな。上下、で、あともう一個が向こう側にあったかな？あったあったあった。合ってるかな。すごいなんかシビアなんだけど、あ、こう、こう、じゃあ違うバカン、こう、こう、あれ、あ、こっちか、でこうか、あ、開いた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 、本当、もう、うー。ゆるっとエロい音がした。まるであそこチュクチュクしている時の音のいる。あ、バラッソ追加されてんじゃねえよ。ほら、あ、ちょちょちょ、命令したかったのに間違えた。あちゃーん、バン、うっ、わー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 、萌え萌えピッピ、萌えピッピ、でっかい宇都宮餃子になーあれ。はい、オッケー。あー、うにゅうにゅうしてるね。あいつドア開けれんのかな。開けれるんだったら盛大に開けれんのかよ。シンプルに、シンプルに開けてきやがった。よし、じゃあ戻りましょう。ドゥイン、ドゥ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 、なんだ、う、あ、いたいたいた、う、あ、なんか食らった。まあいいか。チュイン、小銭稼ぎ、稼げてない。こっちには行けるあれがないから、こっちだね。ブン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 。なんか、さっき、
あの収録を続ける前にチラッとコンティニュー見たら、まあ全然やってないからあれなんだけど、城もなんか全部の宝物を取ったことがなかったっていう事実に気づいて、そっち真剣にマジでやらないといけんなっていう、まあ、そういう危機感を覚えてる。だからこそこういうところの宝物を取るのを忘れないように頑張る。よし、で取って、なんかすごいな、なんかあのなんだっけ、あの REV9 だっけ、あのダークサイドクロニクルじゃなくてそう、ダークサイドクロニクルとバイオだった、あのインフィニットダークネスか、違う、インフィニットダークネスもあれだ、バイオハザードだ、ダークフェイトもそういうあれだよね。でこっちの方のランカーバスをちょっと取りに行きたいなと思うんだけど、これも、これ違うの、ランカーだ、あちょ、一撃必殺、オッケー、うまい、安い、早い、これだな、これだな、何があって話だよね、ミッション受けてないのにもうなんかミッション受けてるっていう話になってる、ね、ピョン、超軽い、オープン、ジュオンといえば懐かしいよね、あのバックトゥザフューチャーやった頃にさ、2016年のヒルバレーダーってさ飛んでった後にさ、あのまさかのカヤコの部屋にいるってね、でカヤコを襲ってくるって、まあ、その時の女の子の友達と二人で行ったの、まああのちゃんとあの当時付き合ってたあの嫁さん公認のもとちゃんと行ってるんでね、あのそこは全然浮気じゃなくてね、あの私が無理だからもう友達と行ってきてって言ってね、そしたらそのいいよって快諾してくれた友達も実はダメだったっていうオチだったの、ね、いやいや投げすぎ、これは普通にブラックバスターだ、痛い、あ、つい弾、あ、ちょちょ、あれ、よし、オッケー、じゃあこんなやばいやつが来たらどんな反応するんだろう、ふい、ドドンドンドドン、やばいやばい、視線が怖すぎるべ、これやばいな、本当に、しかもサングラスかけてるし、ドゥ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 ン、エレベーターこれ、これクトックかと思った、あ、じゃあランカーバスや、こっちか、あ、そうだ、これクトック、よし、腹いっぱい、お腹が満たされました、怖がらせないように、もらっておこう、金玉とかそういうのが生まれ、あ、これ新しく組んでくれたやつかな、ちょっと待ってみる、すごいシュールな絵なんだけど、チキ、さあどうなのかな、あ、産んでくれた、ありがとう、すぐにもらっていくよ、無精卵なのかな、ねえ、儀式を行って生まれたって感じがしないもんね。よし、じゃあブーンとこっち行って、とりあえず宝物だけ、宝物じゃねえや、次に進むための、儀式だけ進めておいて、で、宝物回収しに行かないとね。よし、オッケー。ここに敵がいないのだけありがたいよね。よし。んで、ティアー、ああ、じゃあ別にこっち行かなくてもよかった。どうせ戻ってくるし。ティアー、で、ここ上はなかったね。で、こっち。ほい。で、こいつが、こう。あ、違うな。だよね。こうだ。あ、だよね。よし。ほい、こっちは覚えてた。うぃー、中からケチャップライスのケチャップが出てきた。じゃあ、ケチャップでいいじゃん。こっち開けて、ピキキピキキつける、うーららうーららうーらうーられおりゃ、私はあなたのしもべになるじゃん、こっち進んで、ここでもなんかピコピコピコいたんだな、オープンセサビー、あれ、あった、あちゅし、一発目で壊してよ、こっち、じゃあ戻りやっしょう、まあ行けるところはサクサクっとねやっていこうかね、でね、戻ったところにね、なんかいろいろ敵がね、あのなんかいるからね、しかもあのワンワン王もいるからな、まあ、爆撃しても面白いのかもしれないけどね、残念ながら爆撃の範囲がね意外と狭かったり広かったりっていうのが未だにつかめてない、なんか自分が爆撃食らってるのに
こう、普通に、なんだっけ、あいつは生きているっていう、敵は生きているっていうパターンとかよくあるからね。ほい。OK。で、もう一匹か。ほい。あれ。こんなさ、パチョンってなってくるのにさ、全然ビビらずに、普通に泳いでるってのはすごいよね。あー登っちまった。まあいいや。ドゥドゥン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 ドゥ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 雨も降って、雨もそぞろにくるっと。で、こっち。なんかいるよね、当然。あ、いたいたいた。おい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 。はい。お邪魔しよう。あーん覚醒禁止です。おー、そっちかよ。だと思ったよ。俺はそっちじゃないと思ってたよ。で、こっちじゃなくて、あれ、ここはないのか。ないというか、いないのね。じゃあ、オープンセサミー。ペッカーン。ジュワン。グレン・シンジュパンゴー。あ、振り返った。ああ、よかった。全然振り返ってくれなくなっちゃった。で、ここっていたっけ？パキッ。こう、つけた瞬間に目の前に立ってるとかって、そういう怖い仕様にはなってないの。あ、よかったよ。あれ、これ。ジュワン。あれ、いる？もしかして。あ、でも音は聞こえないな。なんか誰かがいるような声は聞こえないけど。でも、いてもおかしくないんだよね。いないな。てか、これ、ここそもそも何の部屋って話だよ。いないな。牽制したけどいなかった。OK。で、赤い石の指輪。これ、戻ったらいるとか？あれ？ここ、久々に来たから覚えてないやん。戻るときに、アイバエッソーつって、アイエスターって、コモエスターつ。コモエスターって何だっけ？ミカッサー、スカッサー、アイバ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 エッソー。あ、なんか、バコンって入ってくるのかなと思ったけど、それもなかった。よかった。安心できる。安心のお仕置き。で、こっちは特にない。よし。で、ここくるくる回ってるやつとかいないのか？え？なんであそこのお金が落ちてるんだ？ What？ まあ、ここも戻る、土砂崩れて戻れなくなってるけどね。あ、こんだけしかいなかったっけ？ 2 体？ 3 体？ 嘘？ What the heck？ しゃーもーちょ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 。よく見たら脊髄のところあれだな。マトリックスの中。あーおーびっくりしたーもーちょっと待って。そういうさ、もうびっくり、あれ？そしてなんかちょっと、痛がってるし、おかしくね？ターミネーターだぜ、君。ねえ。あ、びっくりした。よし。カチャパン。オッケー。で、ここに敵はいないんで、そう、驚くべきこと。あれ、これなんだ？あー、これ取った。このミッションはクリアした。で、こっち行って、あれ？キーキー入れてる。あ、ちょっと待って、キーキー入れてる。あ、たたたた。オッケー。チュイン、スピネル。やった、いいね、スピネル。スピネル、スピネル。お嬢さんのお顔をチラッとす。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン。これがあれ？切られてたやつか？そんなことはないよね。まあ、完全に行っちゃってるよね。奴ら一体何を？いや、でもそれは確かに思うよね。さ、だって普通にさ、プラーが植え付けてとかみたいなことをさ、これまでやってきてたのに、なんでこのタイミングでこいつだけは、てかこの観光客だけは普通にあれなのかな。だから見ちゃいけないものを見たからやってるのか、それとも、こいつらをプラーガーというか、教祖様にお渡しするのはちょっと許せないみたいな、そんな感じだったのかな。なんかよくわかんないけどね。なんでだろう。で、こっち、おう、ジュワン。あれ、ここで小さな鍵取れたぞ。ちょっと待ってね。あと他には、グリーンハーブだけかな。そんなところかな。よし、オッケー。じゃあ、9。オッケー。あとは組み合わせる必要ないかな。よし、じゃあ、降ります。デン。
で、出ようと思ったら、あの観光客二人が、なんかこう、蘇ってくるみたいな、そんなことないよね。だだった。キャー発狂してたー。うわー、生まれました。甘いわー。お前の素早さよりもわしの方が上なんです。おー、そうだった、忘れてた。いっぱいワンワンを増えてる。痛い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 。いっぱいワンちゃん、いっぱいワンちゃん。いっぱいおっぱい、いっぱいおっぱい、おっぱいがいっぱいおっぱい。それはそれはもうただの素晴らしきかな、この世界。素晴らしきかな、この世界。痛い、甘い。ほら、教祖様のご褒美だ。てかお前らも会ったことあるんですよ。もうすでに出てきたことがあるにもかかわらず、なぜお前らまた再び新しい敵ですみたいな顔で出てきてるんだって話なんですよね。ドヤ顔すんじゃない、ドヤ顔すんじゃないわよ。飛んでくるなんて許さないわよ。終わり、終わり。よしよし、じゃあこれで以上終了。さあ、そのまま戻るんだけど、戻るんだけど、その前にやらなきゃいけないことがあって、ちょっと拾うということと、あのショーブラックバスもいたけど、一旦そいつらはもう無視だ。もうあの大した回復力のないやつはもう仕方がないよね。で、ここに戻っても進めないから、どちらか、こちらか。合ってるね。よし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 。てる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 。また長谷川マリコ56。思いっきり破壊しちゃったな。で、ここで、アイテムハメハメして、ハメハメなめなめなめペロちょいちょいして、で、の。オッケー。ジュワン。オッケー。で、こっちも、ジュワン。オッケー。取った。で、これ取れたから、今から多分、ピコピコ出た。出た出た。HQ。ご苦労様。いいね。これで彼女を救出できる。ありがとう。かなり時間を無駄にした。そうなんだね。急いで教会に向かう。よし、じゃあ、戻りやしょ。戻って、戻って、戻って。で、回る。パッパパラパパ。飛んで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 、こっちに飛んで飛んで、ペッと痛い。痛い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 。で、ここのアイテムまで取ってなかったね。よし。もうこれ最後までいっちゃいましょうね。なんか中途半端に、なんか変態野郎だけ倒しても仕方がないので、変態野郎を倒す直前でやめても、あいつそんな大したことがないからさ。うん。やっぱり、体だけでかくなっても、2029年の技術には勝てんのですよ。オープン。ジュワン。え？ちょ、登っていきましょう。ドドッドドッ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 。オッケー。よー、久々だな。なんか、すげえ久々になった気がする。ありがとう。ふさわしい返礼品。ふさわしい返礼品。目利きだね、あんた。目利きの銀次？魚が食べたいときは、行きましょう。新品同然。おう、そうだろ。あ、これも全部、あれなんだ。これで取引成立だ。ありがとう。で、ちょっと待ってね。ガンパウダーとかいるから、ラッキーケスプレーもあるんだね。これ2ついらない。サンキュー。いいえ。あなたに売るために私頑張ってますから、日々。で、この他には、コンバットナイフはあれだね。で、あと、他に売れそうな、あ、そうだ、忘れてた。どんなブツも大歓迎だぜ。あ、これは売らなきゃいけない。そうそう、これだ、これ。これ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 。あ、なんか すげえ一気に。素晴らしいぜ、ストレンジャー。あ、そうだろ。何が抱いてもいいんだぜ。あんたならそいつを選ぶと思ってた。ありがとよ。進む前にできることは全部済ましときな。おう、済ませたつもりだぜ。やっとけよ。なんかやっとけよこの言い方がもう完全にあれだよね。俺様バキだぜみたいな感じになってる。バキーの声の北なんだけどさ、千葉ちゃん。千葉ちゃんって言ったらダメだね。千葉には似てない。千葉さんだな。俺が言うの。あー、そっかーん。魚取りたくてもボートがないから無理と。さあ、てくれって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 くれって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 くれってってって、俺ごときができるかな。で、あ、ちょっと待って、なんか勢いでやっちゃうか。ちょっと待ってね。で、こいつで。あ、違うな。これは違うわ。こっちだわ。あ、違う違う、何を言ってるんだろう。
何をやっているんだろう。バカ。違う。で、あれ？俺なんか、ちょ待って、むちゃくちゃなことしてる。むちゃくちゃなことをしているぞ。違う。あ、まあいいや。ほい。で、よいしょ。で、ほい。で、違うな。こっちだな。んで、こう持ってきて、こう持ってきて、こう持ってきて、こう。で、からの、これが相変わらず、こう、うまいやり方を覚えていないというね。あ、違うな。違う。よいしょ、OK。できた。まだマシ、まだマシ。私の中でまだマシ。これは高く売れそうなんですか？ああ、ここではコメントしないのか。同じやつを手に入れる瞬間が、アシュリーと合流したらあるのにね、そこに対してね、コメントはまだ残念ながらないようでございます。さあ、じゃあ本番行きましょうか。ようやく本番だぜ。どうやって倒す？ぶちのめす？武器変えていく？まあでもちょっと長くなっちゃってるから、ここはシンプルに行こう。うん。シンプルにぶちのめしていこう。ありったけの弾をぶち込んでやろうぜ。こっち、パンダ、ウサギ変える。あれ、なんだ、あれ、これ拾ってなかったっけ？拾ってなかったの。初歩的ミス。カチャコン。ジュワン。オッケー。横丁のランプ。はみ出しの横ちんのペッペのペ。いかへんのかーい。オッケー。あれ？あ、そっか。赤い目がないと思ったら、サングラスかけてるからか。お前は普通の格好なんだね。前回武器商人だったからな、本当にな。あんなのがさ、もうなんかいろいろ。うぃー、登場。変なおじさんたら、マジ目がいっちゃってる。うおー、お前かーい。お前だったのか。来るなら来てるよ。デカブツ来てる。うおー、あおー、開けてびっくり玉手箱。マジか、武器商人今回マジ裏切りすぎじゃね。いけ、俺の方来てる。わ、ちょっと、ワンワン、おら、教祖様に逆らうんじゃないよ。あ、お尻がプリケツ、オッケー。あー、アキレス腱を噛みちぎると、いや、浮いてる、シンプルに浮いてる。おお、よかったね。あの、壁に叩きつけられたら大変なことになってたからね。うおー、でキャー、落ちる。武器所にざま、武器と商人、ほら、オッケー、商人終わり。貴様ごときにやられる私ではないわ。結局一番強い。マジで目がいってんな。え、こんなに武器商人って怖い顔してたの？まったく。いや、生えてきてんな、ずいぶん。よし、教会に急ごう。目閉じるのかな、武器商人って。さすがに閉じない。目いっちゃってるよね。めり込んでるし。そう、おっしゃるとおりですね。教会に急がなきゃいけないんですよ。ね。いや、だから、やっぱ、地上に上がってきたら大したことがないなっていうことが、まあ、今ので分かったから、うん。なんとか、なる、だろう。ありがとうな。いいえ。ありがとうな。いや、ほんとありがとう。まあ、アキレス腱噛みちぎってくれたおかげで、俺が戦いやすかったわ。いや、あのワンちゃん、いいやつ、マジで。報われてほしい。この村って最終的にどうなったんだろうな。だってさ、レオンがぶちのめしきれなかったやつもさ、
残ってるはずだから、殲滅されちゃ、ちゃんと殲滅してくれたのかな。ここら辺がね、どうなったかっていうのがわかんないよね。いやー、にしても、すごいな。タッチ出るの。ちち、進め、進め。で、こっち行って、特に、拾い忘れてるの。帰り道は、コルテックスじゃなくて、それクラッシュバンディングだ。なんだっけ、コルミロスだっけ。もう名前すらまともに覚えてないので、僕、俺バイオ好きなんですよ。にわかったよね、完全にね。あ、ここ。あ、シンプルにいけるんだけど。ああ、なんかギリギリギリって言ったの。よし。さあ来い。さあ来い、さあ来い。うりゃ。うりゃ。あれ、当たってる？あれ、当たってる？当たったわ。当たった。うわぁ、痛そう。よし、じゃあ行くか。ようやくお会いできますよ、お嬢様。私のことをお尻ペチペチしてください。叩いてください。ご褒美ください。頼みます。くる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 。しかしまぁ、こんな奴が来てさ、どうなんだろうね。逃げられないかな。え、骨来た？みたいな。アシュリー・グラハム！骨パニック。助けに来た。急にフルネームで言われても警戒するっちゅうみたいな話だよ。ジュワン。青いダイヤル、ルッドリ。ね、アシュリー・グラハム。なんで私のこと知ってるの？誘拐したやつだからでしょ？多分まともな人間だったらそう思うし、そう言うよ。あ、なんだ？飛ばしちゃったし。ハメ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 な。ちょ。これが毎回ちょっとね。こうかな。シュイードンドン、あ、逆から回した方が早かった。オッケー、チュワーン。さあ、行くぜ。再会の時、お会いしたら、彼女は一体、どんな格好をしてくれているのかな。楽しみですね。いないのか。いないです。こっちの相手はまあ後でいいのかな。よし、じゃあ1位ですか皆さん。3、2、1、オープン。アシュリー、やばいな、怪しすぎるな。これ来たらアシュリー・グラハムいるのか。ビビるよな。残りかかってきた。ちょっと待って、顔が。え、髪型ババアじゃん。じゃ、ババってかジジイっていうか。俺はレオン。大統領の命。まさかのサラザールになってた。そっか、サラザールにしてたのが。帽子かぶってるし。でもなんかちょっとやっぱ顔が可愛すぎるから、あれなんだな。全然ある。帽子は取りなさいよ。一人じゃ危険だ。帽子取り戻したんだな。あれ、帽子ってかぶってたっけ、サラザールもともと。聞いてくれ。かぶってなかったよね。あそこ。なるほどな。そういうことになってるね。オッケー。まあ、このチャプターって、ちょっと変化が地味だったから、もうちょっとド派手な変化を次回一発させてれるようにしとこうか。ああ、オッケーオッケー。ああ、楽しいね、モッドってね。なんか毎回こうさ、違うキャラみたいなさ、操作してるキャラはレオンとかアシュリーに変わりないのにさ、なんかいろいろ変わって面白いよね、ほんと。地味に似合ってんだよな。でもなんかパイレーツ・オブ・カリビアンみたいな感じになってるよね、これね。誰だっけ？パイレーツ・オブ・カリビアンのさ、エリザベス・スワンのお父さんみたいな感じ？はい、ということでね、今回も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。結局しっかりと30分遊んでんだよね。うん、まあそんな感じでね、装備入れ替えて、ここら辺はまあ大丈夫かな。はい、じゃあね、次回パートでまたお会いできたらと思いますんで、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して次回パートもお楽しみください。ではまた次回お会いしましょう。バイなら。